7月17日、どうも、マールでございます。薬がなくなっちゃったので、病院に行かないといけないんですけど、行きたくないです。私、続かないんですよね、病院に行くっていうことが。でも、薬ないと、ぼーっとしちゃうし、夜は寝れないしで、結構、私生活に支障出ちゃうんですよね。 いつも寝る前に考え事をしてしまうんでなんかそれで寝れなくなったりして寝不足が続いてるんですよねいつもは睡眠薬飲んで寝てたんですけどそれももうないんで今日寝れるか不安です物事を深く考えすぎって 言われるんですけど。何も考えてないよりはマシかなとは思うんですよね。でもそれで。深く深く考え込んで。寝れなくなるんだったら。悪循環ですね。考えることは何だろうなんか？天国と地獄って本当にあるのかなとか。 死後の世界は本当にあんのかなとか今この世の中から人間が全員いなくなったら世の中の動きってどうなるのかなとかそういうことを考えています。あとは自分のこととかですね自分の親のことも考えますね。 もし自分が死んだら天国に行くのか地獄に行くのか死んで天国に行けるようになるには日頃の行いをよくした方がいいのかなとかそういうことを考えます私の年齢でこういうことを考える人って他にいるのかな 正直まだそういう人と出会ったことがないです今自分がどこにいるのかも分かりませんでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございましたバイバーイ